週も始まりましたマナーモード。パーソナリティを務めるのはシンガーソングライターモデルとして活動している私アゲナマナ。普段の生活や活動を通して感じたことや今気になっていることなどを気ままにトークしていきます。ラジオを聴いているこの時間はリスナーの皆さんにマナモードになってもらおうという番組です。これからの30分間あなたのスイッチをマナモードに切り替えてお楽しみください。それでは今日のトークテーマはあなたのおすすめの曲ということで、何か皆さんおすすめの曲があったらどしどし、お待ちしてますので、メッセージもメールもお待ちしてます。よろしくお願いします。そう、なぜこのトークテーマにしたかというと、なんか最近10月、ちょっとまだ詳細は言えないんですけど、10月とあるイベントに出ることになりまして、でなんかそのイベントで1970年代80年代の洋楽を歌ってほしいっていうこと でなかなかね、この私1994年生まれなんですけど、なんだろう、生まれる前の曲っていうか、なかなか聴く機会ないじゃないですか。なかなか人からね、こういうなんだろう、なんかのきっかけがないとなかなか聴かないので、一応いろいろ探してたら結構すごいいい曲もいっぱいあって、あとなんだろう、誰かがカバーしてたりだとか、なんか CM にソングに使われてたりとか、あ、これ聞いたことあるとか、結構そういう曲もあって、だからなんか私がなんか普段聴かないような曲とか皆さんが知ってるんじゃないかなと思って、ちょっとこのトークテーマにしてみたので、何でもいいので、なんかもう演歌とかもう全然ジャンルとかは問わないので、なんかおすすめの曲があったらぜひ教えてほしいです。はい、ということで、なんかね、また台風、なんか最近ずっと毎週毎週台風の話してる気がするんですけど、やばくないですか。また2つ来てるんですよね。直撃するのかな、なんての今回はどうなんですかね。一応風は強いかなっていう気はするんですけど、そうそう、でそう、なんかね、私最近あんまり ついてないっていうか、わからないんですけど、まあ捉え方次第なんですけど、最近初めてガス欠したんですよ、車で。なんかガソリンないなって一応思ってたんですけど、なんか忘れてて、入れるのを、ガソリン入れるの忘れてて、でなんかライカム交差点っていうこの十字路あるんですけど、十字路があって、でその交差点で信号待ちしてる時に、なんかドトドトみたいな、なんか車がちょっと変な音を立てて、あ、ちょっと怪しいなと思ったらガス欠で、でなんか3車線あって、真ん中走ってて、そのまま真ん中で止まっとけばよかったんですけど、だってあれじゃないか、右折する人とか左折する人とかがいるから、真ん中だったらまだなんだろう、まあ通りはいいっていうかですけど、なんか頭のどっかで端っこに寄らなきゃと思って、右に寄っちゃったんですね。そしたら右のこの右折する一番手前のところで止まっちゃって、もうめちゃめちゃ迷惑がかかってしまってまあでもちょっとね、一応反省してるんですけれども、なんかまあたまたまガソリンスタンドがもう歩いて行ける、すぐ歩いて1分ぐらいのところにあったので、ガソリンスタンドまで歩いて行って、ガソリンスタンドの お兄さんになんかガスくださいみたいな、ガソリンくださいって言って、で自分で入れてみたいな感じでやって、一応まあ5分ぐらい迷惑時間ぐらいで一応収まったんですけど、まあね、ちょっと気をつけようと思って。やばいですよねそう、最近なんかそういう、しかも今日もちょっとこれ言わない子かなと思ったんですけど、ちょっともうついでにね、気をつけないとなと思って、皆さんにも気をつけてほしいので言います。さっき信号警察に捕まっちゃってえへへじゃないですよね、ちょっと反省してます本当に。信号無視で捕まっちゃいました。ダメですよね、なんかちゃんと安全運転で、まあ、全然そんな飛ばしてなかったんですけど、あ、黄色って思って、あ、いけるかなと思って行っちゃったんですよね。そしたら赤になってたみたいでそう、ちょっと捕まっちゃったんですけど、皆さんも黄色になったら止まるっていうことを心がけた方がよろしいかと
思います。気をつけましょうということで、そうなんかね、いろいろあったんですよね最近。まあでもね、なんか、まあ、ポジティブに、さっきなんか話しててポジティブに捉えた方がいいなと思ったので、次から気をつけるっていう、そうなんかキャンさんもね言ってたんですけど、悪いことがあった時は明日からいいことがあるって言ってたので、ちょっとそれを信じて頑張りたいと思います。ちょっと話は逸れてしまったんですけれども、今日のトークテーマ、あなたのおすすめの曲でお届けしたいと思いますので、皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 ユーストリーム、ツイキャス、サイマル放送でもお聞きいただけます。日産ラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM 機能を選曲してください。番組を聞きながらのメッセージもどしどしお待ちしています。あげなまなのマナーモード、この番組は Music for your life サードウェーブの提供でお届けいたします。いいじゃないですか。そうですね、話すっきりした方がいいですよ。忘れた方がいい。めっちゃすっきりしました今忘れてしまえ。あ、まあ確かに黄色は注意ではなく、黄色は止まれですからね。そうですね、確かに黄色は止まれ、赤は停止。先につけましょう一番自分ですけど、今日皆さん送ってきた一応後ろから薄く流しましょうね。おすすめの曲、ありがたいです。拾える分だけは拾っていきます。なんかおすすめの曲をキャンさんが探して、もしかしたら流してくれるみたいなので、じゃあ自分も80年代おすすめ曲なんか考えておきましょうか、ね。うん、80年代そう、洋楽でおすすめとかあります？洋楽いろいろありますよ、うん、ただ女性が歌ったらかっこいいなとかちょっと考えておきましょう。すごい。じゃあ5秒切りました。1、今週も始まりましたマナーモード。今日のトークテーマはあなたのおすすめの曲、皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmginowan.com、 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということで、ツイキャスメッセージありがとうございますと読んでいきたいと思います。くにちゃんさん、こんばんは。こんばんは、今日も聞いてくれてありがとうございます。ブルガリ3000でしたっけ、3000で大丈夫かな。ブルガリさん、昨日は待たせたね、待たせたな、来たぜ俺参上、ありがとうございます。台風は大丈夫かって言ってるんですけど、台風って今沖縄にいるんですかね。奄美の方に行きました。あー、なるほどね、奄美の方に今は台風いるみたいなんですけど、結構ね風も強く、ちょっと強いのでその影響かなとは思うんですけど、雨は降ってないですね宜野湾は。まあ、沖縄は天気が変わりやすいのでね、なんかどっか雨降ってるところもあるかもしれないんですけれども、気をつけてくださいね皆さん運転すぐ車の話、はい。大塚健二さん、こんばんは。埼玉からツイキャスで見てます、ありがとうございます。こんばんは、今日も聞いてくれてありがとうございます。ブリガリさん、ゼンさん、それはもうおすすめの曲言うたら、あ、関西の方かなすぐもう分かった。おすすめの曲言うたら、そのボケの365日のラブストーリーに決まってんまんがな。おお、え、今流してます？あ、すごい、キャンさんが流してくれてます。あ、でも、あ、聞いたことある、65、歌っちゃったあー、この曲ね、いいですよね、確かに、いい、いい、めっちゃいい。なんかもう喋りたくなくなる声だねやべやべ、ちょっと放送事故になるからちょっと喋らないといけないけど、はい、ということで、なんかね、さっきちょっと警察の話したんですけど、ちょっとそれはちょっと流しましょうねおすすめの曲お届けしたいと思います。大塚健二さん、お気に入りの曲、風、ささやかなこの人生、
中学時代によく聞いてました。和物って、うん、あ、和物と洋物もあるな、ありがとうございます。風っていうアーティストですかねのささやかなこの人生っていう曲なんですかね、聞いてみたい。洋物が Thank you for the music 80年代、ちょっと待って待って、メモりたいちょっと聞いてみましょうね、ありがとうございます。シグナスさんありがとうございます。マナさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。聞きに来てくれて。はい。ということで、マナさん、メッセージありがとうございます。なんか今日新しいいいね。皆さんがおすすめした曲が流れるので、ラジオで流したいって思ってる曲とか送ったら、もしかしたら流してくれるかもしれないので、ぜひぜひメッセージもお待ちしてます。ということで、そうですね。なんか私も、まあ、昔の曲に最近ハマってるんですけど、昔の曲って言ってもなんかもう全然70年代80年代とかじゃなくて、まあ、最近になるのかな、2000年以上だったら、まあね、そうそうそう、なんか最近はね、私サザンオールスターズとミスターチルドレンとテイラースウィフトの一番最初のデビュー当時のカントリー系の CD と、あとハイスクールミュージカルをリピート、オールリピートして聴いてるんですけど結構いろいろジャンルとかも違くて、お、次なんか違う曲が流れてきた。 Thank you for the music って言ってたから、大塚健二さんの80年代の、あ、アバの曲か、いいですね。そうそうそう、私もなんか70年代80年代の曲調べてる時にアバさんめっちゃいいなと思って、ダンシングクイーンとかね、いいですね、いいですね。 Thank you for the music 歌えるようにしよう今度歌おう。はい、ありがとうございます。何の話でしたっけすごい影響される曲に、あ、ひふみんさんありがとうございます。ごくんちょう、ごくんちょう。今日はおすすめの曲だっけ。はい、そうですね、おすすめの曲がトークテーマになってます。僕のおすすめは佐野元春さんっていいのかな、佐野元春さん当たってます、佐野元春さんの君を待っているかな、一途に彼女を思う男の気持ちが綴られてますよって、いいですね、君を待っている。くにちゃんさんありがとうございます。在、なんかもう漢字が読めないなんて読むんですか、在津、在津和夫、在津当たってた、在津和夫さんの Wake Up、 夜だけど大好きな曲だなって。ウェイクアップ、あ、そうか、ウェイクアップ、起きてってことだけどね朝の曲なのかな。ありがとうございます。なんかいいですね、いろんな、お、なんで今ウェイクアップって言ってましたよね。 あ、違います、はい、佐野元春さんの君を待っている今流れてます。あ、いいですね、あ、なんか嬉しい、なんかすごい、なんていうの、なかなか普段聴かない曲が聴けてるので今めっちゃ楽しいです。いいですね、はい、ということで皆さんまだまだメッセージお待ちしてるので、ぜひぜひ送ってくれると嬉しいです。そうですね、私はそう、なんかおすすめな曲あと一つあって、あ、まだ言ってないか、一つ目っていうか、なんかエグザイルさんが好きだったんですよね、中学生の時に、中学生、そうだね、中学生ぐらいの時にエグザイルさんにめっちゃハマってて、でなんかまあビジュアルっていうか、かっこいいとかダンスがに憧れるとか、じゃそういうのもあったんですけど、でもすごい歌詞が良くて、なんか私がそのエグザイルさんの中曲の中でも好きなの曲があって、アツシさんが作曲をしたギバーっていう曲があるんですけど、結構マイナーな多分曲かもしれないです、そうそうそう、っていう曲があって、アルバムの中に入ってる感じの曲なんですけど、なんかすごい歌詞が良くて、なんか中学生の時ってなんかいじめとかあるじゃないですか、なんかね、そういうのって結構まあ、どの時代もあるのかなと思うんですけど、私の時代もそういうことがあって、
結構なんかクラスの子がちょっといじめられてたりとかね、からかわれてたりする子とかがいて、やっぱみんな見て見ぬふりするじゃないですか。で私もその中の一人だったんですけど、でもこのあつしさんの、多分あつしさんもなんか多分もともとこういうちょっといじめとかを受けた経験があるっていうお話をされてて、多分それでなんか自分の経験をもとに書いた曲だと思うんですけど、このなんていうんですかね、いじめられてるやつがいたら勇気を出して声をかけてみればいいとか、なんか文句を、僕たちが今できるのは文句を言うことじゃなくて、あの目の前にいる人を幸せにすることじゃないみたいな、そういうなんていうんですかね、すごい考えさせられる歌詞で、なんか中学生ながらにすごい心にグッときて、この曲を聴いてなんかもう一歩踏み出そうと思って、ちょっとあの勇気を出して、このなんていうんですかね、このいじめられてる子に話しかけることができて、でそれでなんかいじめとかもね、まあ一応いろいろあったんですけど、まあ結果なんか行動してよかったなっていう思ってるので、なんかそういう意味でもすごい特別な曲というか、私の中では皆さんにも聴いてほしいなと思って、特にね、まあ一応そうですね、中学生とかなんかそういう青春っていうか、なんか学生さんとかに聴いてほしいなって思う曲なんですけど、今日はその曲を流したいと思います。聴いてください。 EXILE さんで GIVER。大丈夫ですか？大丈夫です。なんか久々にこのあれです。引きつる。大丈夫ですか？笑顔が引きつるか大丈夫かな？メール、一応一通来てますね。あ、本当ですか？嬉しい。はい、メールの方にも曲があったので、それをちょっと準備しています。嬉しい、ありがとうございます。メールは、こっちにしてるところでしたっけ？はい、Gメール。その下になんかタブで、これ、それを、はい、クリックしていただいて、あの矢印で戻って、いいですね。はい、これはあ、ノーザンスプレイです。初めて。で、あと僕も一応カバーしたらかっこいいなって思った曲を用意してるんで、うん、嬉しい。気になったら振ってください。ぜひ。なんか新しいですね。いい、なんかおすすめの曲を流すっていう、いいですね、新しい。火曜日ちょっと、うん、あのリクエスト生で募ってかける番組やってるんで。あ、そうなんですね。はい、あ、でキャーさんがやってるんですか、DJ。あ、僕がっていうよりも、あのちょっとストリームって番組で、はいはい、あの MC は別の方がやってるんですけど、まあ、ミキサー僕がやって、うんうん、こう生のこのリクエスト全部かけたりとかしてる。あ、超楽しい。超楽しい。超楽しいですこれ。だからそれの延長で今日は、うん、まあ、そんなやり方をしてます。いいですね。あ、なんかちょっとそれで流すっていうよりもね、ちょっとずつちょっとずつ流したら、はい、いいですよね。まあ、その番組は全部フルで流すんですけど、え、紹介して1時間ですか？まあ、1時間あのテーマに沿ってみんなからリクエスト募って、いいですね。良さそう。ちょっと補足したりとかしながら。あ、なるほど。いい、めっちゃいい。流してます。 EXILE のギバー、超いいんですよ。結構昔の曲、昔2000年、結構初期の、初期です、初期ですよね。あ、でも一応高博ですよ。あ、そうなんですね。高博に変わってからの高博の初期の、そうです。
今はあまり聞かなくなったけど。80年代初期ぐらいの洋楽ですか。洋楽です。多分弾き語りアレンジもいけるんじゃないかなと思って選んでみました。めっちゃいいですね。でさっきの曲何でしたっけ、あの大塚健二さんが、アバのサンキューフォーダミーズ、いい曲だっためっちゃ。そう、なんかサンキューフォーダサンキューフォーザミューズ。はい、じゃあ間もなく曲が終わります。マナーモード。タゲナマナのマナーモード。今日のトークテーマはあなたのおすすめの曲。まだまだメールメッセージをお待ちしています。番組へのメールは797@fmkinoman.com、 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。皆さんいろいろメッセージもありがとうございます、ね、曲もキャンさんが流してくれて今日はスペシャルな感じでお届けしていますけれども、ここでですねアゲナマナのライブ情報です。まあね、先週もお知らせしたんですけれども、ちょっともう毎週ちょっとうるさいぐらい言っていきたいと思います。ですね、9月26日に、あ、これはライブじゃないんですけど、なんと私アゲナマナ CD リリースが決定いたしました。それで、9月29日にアゲナマナ CD 発売記念ライブマナっていうライブを開催します。ありがとうございます。なので、そう、私自身初となるファーストミニアルバムのリリースなので、今からね、なんかジャケット写真とかも撮るんですよ。間に合うかな。そうそう、まあいろいろでもワクワクしてます。なんか絶対にいいものお届けできると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。でこのライブが北谷町にあるライブハウスモッツというライブハウスで、オープンが18時半、スタートが19時半になってます。で前売りが2500円で当日が3000円となってますので、ぜひぜひ皆さん前売り予約お待ちしています。予約はと info@3rdwave.jp info@thirdwave.jp まで送ってください。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんのおすすめの曲いろいろ聞いてたんですけれども、ですね、追加するメッセージ読みたいと思います。大塚健二さん、歌うときは大塚さんからのおすすめでと言ってくださいね。あ、先ほどのですね、アバのサンキューフォーザミュージック、ぜひぜひちょっとカバーしたいなと思います。ありがとうございます。アニーさん、メッセージありがとうございます。今何かあったかなって考えてたら、ボニー K の For なんかめっちゃ今発音良くなってしまう、どうしよう。ベニー K の Four Seasons が好きだなと思い出した。まなちゃん今度歌って、耳元でって、うるさいはずよ、耳元で歌ったら。大丈夫かな？Four Seasons ってどんな曲なのかな？あ、ありがとうございます。あ、メールも来てます。ありがとうございます。ラジオネーム、ノーザンスクー、すいません、噛みましたね。ラジオネーム、ノーザンスクレイルさん、ありがとうございます。こんばんは。おすすめの曲、サンセットスイッシュでマイペース、
一つ教えて進めばいい、二つ数えて休めばいい、三つ数えて考えればいい、マイペースで進めばいいっていいと思いませんか？めっちゃいいですね。すごい素敵。マイペースっていう曲かな、すごい歌詞いいですよね。私も結構あの曲聴くときとか歌詞に惹かれるタイプなので、素敵。こういう前向きな曲、後でちょっと聴いてみますね。この曲は、今流れてる曲はさっきのフォーシーズン、あ、ベニー系のアニーさんがおすすめした曲。あ、ベニー系のフォーシーズン、今アニーさんがおすすめしてくれた曲が流れてますいいですね。今度耳元でめっちゃ大声で歌いますはい、ありがとうございます。大塚健二さん、いいな、私も耳元で歌ってほしいって耳元、なんか新しいですね。あ、待って、わかる、この曲わかる。あ、これか、進めばいい。あ、わかります。あ、めっちゃいいですよね。あ、ブリーチのエンディングだからだ、聞いたことあるんだ。あ、いいですね。あ、久々に聞きました、ありがとうございます。ノーザンスクイレルさん、ありがとうございます。結構ね、いろいろやっぱいい曲ありますね。いいな。そう、なんかね、私は、まあ、なんかそうそう、最近ハマってるの一応結構いっぱいあるんですけど、あの洋楽で言うとドノバン・フランケントイ、ドノバン・フランケントイターっていう人がいてめっちゃ難しいんですけど、あのカリフォルニア出身のシンガーソングライターで、まあ、ジャンルはなんて言えばいいんですかね、多分サーフミュージックとかソフトロック系なんですけど、なんか、まあ、自分が歌う曲はそんな感じではないんですけど、すごい聴いてるっていうか、なんかなんて言うんですかね、とってもなんか心地よくなるっていうか、ギターサウンドがすごいかっこよくて、なんかドライブとかにすごいおすすめですね。ドノバン・フランケン・トイター、皆さんぜひぜひ聴いてみてください。で、その人の曲の中でおすすめなのが You and Me っていう曲と、あと The Way It Is っていう曲があるんですけど、すごいいいですよ、聴いてみてください、ぜひぜひ。あ、なんかキャンさんのおすすめもちょっと聞きたかったんですけど、時間あるかなまた今度聞きたいと思います。ありがとうございます。皆さんいろいろ、なんか今日早かった、皆さんのおかげでなんかいい日になりました。いい音楽いっぱい聴けて嬉しかった、ありがとうございます。ということで、お楽しみいただいたマナーモード、早いものでお別れの時間です。来週のトークテーマは、最近行った場所をトークテーマにお届けしたいと思います。皆さんなんか最近行った場所とかあったら、ぜひぜひメッセージもお待ちしています。あげなまなは Facebook、Instagram、Twitter もやってます。ローマ字であげなまなで検索してください。それではあげなまなのマナーモード、あげなまながお届けしました。それではまた来週。いや、いつでも歌いますんで。いつでも歌いますね。歌います。じゃあ、ちょっと来週、ギター持ってくるので。いや。ちょっとサプライズで。僕が歌ってもでしょ。今から生演奏でお届けしたいと思いますとか言いつつ、キャンさんが歌う。サプライズ。なんかエイプリルフールとかだったらできそうですね。エイプリルフールとかだったらできそうですね。確かに。あ、でも、先が長いな。あ、 ありがとうございます。おかげさまで、なんかもうちょっと、はい。